リスモです。コスモリスです。シリアスに君を見つめたら目が派手に騒いでる。ざわめくマジで呼び覚ますエナジー、うつむかずに受け止めて、色あせた地図を破り捨て、ポジティブに軽く笑えたら、コインを投げて奇跡を試すよ。世界中を巻き込んで、めくるめく星に誘われて、不確かな明日へ旅立つのさ。ただ君の笑顔を頼りに、ドゥグドゥそうさホワイビジョン。やべ、足つったわ。はい、どうも、カオスマイスターと申します。本日はですね、久しぶりに松屋さんに来ました。はい。最近はね、松の屋さんに行って、ささみカツ定食を食べることが多いんですけど、ちょっとね、私なんでかって言いますと、最近仕事でね、現場が変わってしまいまして、ちょっとね、本当もう仕事を辞めようかなって思うぐらい、早朝朝4時半起き、そして早朝5時18分の電車に乗って1時間半をかけて、サングラスをかけた沼田っていう現場に行ってるんですよね。で、そのサングラスをかけて朝倉未来みたいになりたいヘタレの沼田っていう現場、からその朝7時に働いて、夜の10時に仕事が終わるんですよ。つまり15時間勤務なんですよね。で、15時間勤務を終えて家帰ってくるの、さらにそこから1時間半かかりますから、もうもはや次の日なんですよ。本当ね、そういうくだらねえ現場になったってことで、松屋さんに行けなくなっちゃったんですよね。はい。だから本当久しぶりにね、松屋さんの牛焼肉定食を食べて、めっちゃうまいですね。やっぱ松屋さんのポン酢は俺世界一うまい調味料だと思ってます。まあ松の屋さんはダメってわけじゃないですよ。松の屋さんは松の屋さんで、サクサクのトンカツ、ささみカツ、そしてソース、からし、最高なんですよ。はい。だからこれからちょっと松の屋さんの動画が増えると思います。これ見てください。今日めちゃくちゃ肉多いんですよ。こんな肉多いの、久しぶりに行ったからですかね。店員さん俺のこと意識してんのかなって思ってますけど。はい、これポン酢にこう、シャバシャバつけて、はい、これがめちゃくちゃしょっぱうまなんですよ。で、これをご飯にバウンドさせて、はい、食べて、はい、うまい。そしてすぐさましょっぱいからご飯をかき込む、はい、うまい。はい、これですね。ほんと、シェリー少女くたばれ、ね。